こんな綺麗な人が乗ってますからね、マーク X。 すごいですね、うん、車もめっちゃ綺麗。磨いてもこれで。あ、磨いてますか。磨いてあるんですか。これ自分で？あ、どっか頼んでです。もうめっちゃ綺麗やん。これここまでです。すげえ綺麗。横はめっちゃ綺麗なんですけど、やっぱ上がダメ。これちょっとここに来ると映るんじゃないですか。え、普通に。あ、うわ、いいね。映ってますよ、鏡が。いやー、めっちゃ綺麗やな。やばいから、蛍光灯透かしなんですよ。はい。やばと。やっぱ黒だと磨いてないと、ね。あれですもんね、くすんじゃいますもんね。あ、クレンチ入ってきたじゃないですかね。入ってきた、やっと入ってきた。あ、やっと春になって。フェルゼ履きたかったんですよ。人気ホイールですよね。あ、あれ、葵ちゃん、あれはバンパー系とかって、まだです。これからだ。明日できたらやろうかな。ああ、だんだんとね。家も後ろも買ったんで。あ、そうなんだ。はい、届いて家にあるんで。おお。とりあえず車高としてホイールだけやったらみたいな。いいよね、ね。横は綺麗なんだけどね。しょうがないよね。うん、黒はね、塗るしかないですもんね。こんだけ艶あればまだ。ああ。コーティング何だって。アダムス。アダムスってのがある。弾きもいいんですか。弾きはそこまでスプレータイプだからですけど。うん、あ、でも汚れすぐそんなに落ちるから。あ、そう。まめにやんないとね、黒はね。休みのたんびに洗って。自分でやるんですか。ああ。日が昇る前に。はいはいはい。日陰のうちに。急いで吹き上げまで終わさないと。そうだよね、やばいもんね、黒は。もまた朝早くから。ああ、早朝かね、本当に。いや、かっこいいね、久しぶりだね。うわ、似合いますよ。